Salut tout le monde, c'est PlayerGamer. On se retrouve aujourd'hui pour le 52e épisode de Tale of Berseria, les amis. Alors, l'épisode précédent était chargé en émotions, on va pas se mentir. Donc, c'est parti, let's go. Il y aura peut-être une ellipse, vu qu'il marque 54 minutes la caméra. Elle a pas dû bien recharger, désolé. Du coup, c'est une ellipse navrée. Bon, on va voir, est-ce que tu as autre chose? J'imagine que tu n'as que ça. Ah, la lame de quartz, elle est nulle. Ouais, y'a rien. Allez. Ah, par contre, je peux peut-être améliorer avec un peu de chance. Tac. Voilà. C'est parti. On va aller à Titania. Normalement c'est là. Hein. Ouais, retourne à Titania. On va voir si on se fait réellement attaquer. J'ai hâte de voir ça. タイタニアに到着と伝えてほしいデフ。 密定はお主じゃったか、ビエンフ。マギル姉さん。気がつかなんだ。わしの契約術に強制術を重ね書きしてある。さすがはおっさんだな。 まさか、お主が最初に逃げた時点から、あの爺の策だったとはのう。わしをタイタニアに捕らえたのも、ベルベットと出会わせる計算か。<笑>見事すぎるわ。許してほしいでふー。メルキオル様の術には逆らえなかったんでふー。別にどうでもいいわ。どうでもいいと感じるわしの心すらも。 わしが清涼の密偵とバーレーターか。違うんでふ。悪いのは僕なんでふ。聞いてたわよ、全部。なんじゃつまらん。では、煮るなり焼くなり好きにせい。もともと信用してもいないし、密告がなくてもいずれはこうなったわ。どうせ反省しないんだから、 せめて戦力として働きなさい。随分甘く残酷なことを言うの。あんたたちに構ってる場合じゃないからよ。お望みなら全部終わった後に食らってあげるわ。なあベルベット、憎いとはどんな気分なんじゃ。どれほど辛い、どんなに苦しい。身を焦がすほどの憎悪は 生きている意味を、実感を与えてくれるのか。タイタニアが見えた。表の港に清涼の船が来てる。裏の港につけて。答えを知りたかったら手を貸しなさい。アルトリウスを殺す瞬間に見せてあげる。 Mince, là ça craint les amis, on est vraiment dans la merde. Finalement, il y aura bel et bien une attaque. Putain,
なたたち、禁術を仕込まれてる？メルキオルの仕業ね。待て！狙いは私でしょ！出たな、最下の研修。またそれ、ご大層な名前ね。名付けたのは貴様が傷つけた人々だ。己が罪の重さを知るがいい。そんなもの、いや、今までの罪はその身に刻んでやる。我らが石の翼でな。噛むよ、想定のうちよ。Pas de problème. Ça me fait vraiment pas peur, ça. Mais bon, cette fois, je vais éviter de crever comme une merde. Bien. Et de toute façon, j'adore les gens de l'abbaye. Ils croient que c'est moi le méchant, alors que c'est eux aussi les. Alors que c'est eux aussi les méchants. Il va falloir un peu se repentir. したな。わしの予想通りじゃったの。清涼は全部分かってやっているのですね。グリモワール、クーマたちは？分からないわ。急に攻められてチリジリになってしまったのよ。解読はどうなった？ほとんどできたけど、肝心の最後がまだな。あんたたちはバンエルティア号、クーマたちは私が探す。できるかのう、カムイの集団をかいくぐって。嫌なら来なくてもいい。触らないで。一人で無理しないで。みんな一緒だし、僕がベルベットを守るから。昔ラフィーも同じことを言ってくれたけど、そんな甘いこと言ってると死ぬわよ。いくら時間たって現実には通じない。ラフィーはあっさり死んだ。殺された。私もあの子を守れなかった。あんなに私を思ってくれたあの子を、たった一人の弟、胸を刺されて出なかった。ベルベット、あんたは自分の心配だけしてればいい。これは命令よ。カノヌシを抑えてもらわなきゃならないのよ。アルドリウスを殺すために。On n'a pas l'air très très bien en tout cas. 行くわよ。敵を押し返しながら。Trouver les terrions et sauver les。Ouais, c'est ça. Ok. Allez, let's go alors.
こんな時でふが、皆さんにお話がありまふ。ごめんなさい、僕はメルキオル様のスパイだったんでふ。あなたが清涼に情報を流していたのですか。そうでふ、ごめんなさい。ああ、すげえとこに仕掛けたな、メルキオルは。まさかマギルーのそばにスパイなんて。いや、木を隠すには森の中、怪しいやつは怪しいやつのそばにってことか。マギルーの契約術の上から命令を強制する術をメルキオルがかけてたんだって。チッ、やってくれたな。許してくださいデフ。お前じゃない、メルキオルだ。自分の舵を自分で取れないようにするのはアイゼンの流儀に反することだから。ビエンフーの意思じゃないってことは分かってるよ。でも僕が密告したせいで皆さんが危機に陥ったのは事実でフ。決死長にだってバレてたんだぜ。お前抜きでも清涼は俺たちの動きを掴んでたさ。で、他にはどんな情報を漏らしたんだ。それはベルベットが意外といいお嫁さんになりそうなこととか、アイゼンの釣り竿へのこだわりや、マギル姉さんの寝言の内容、それにダイルの尻尾の再生スピードも。え、そこ。もういい、終わったことだ。だがけじめはつけねばならんな。けじめ。エレノア、疑ったことを謝る。すまなかった。アイゼン。そうでふよね。僕がまずしなくちゃならないのはそれでふよね。ごめんなさい、エレノア様。はい、二人の気持ち確かに受け取りました。ナクルエルコンバ。タイマシたちは死ぬかもしれないって分かってカムイを使ってるのかな。はい、私も清涼にいたら同じようにカムイを使っていたかもしれません。自分の命を危険にさらすことで大勢の人を救えるなら、それは断りにかなっている。でもあれほど危険なものを、しかも大量に実戦投入するなんて絶対に間違っています。清涼も尻に火がついたってことだろ。だとしてもあまりにも犠牲が多すぎる。連中はそれだけクーマが大事で俺たちが邪魔だと考えてるんだろうさ。あるいは狙いが俺たちではなくカムイを使った実戦にあるとしたらどうだ。まさか実験をしているというのですか。戦いをかいくぐって折れずに残ったたちこそが名刀になる。タイマシだって似たようなもんだろ。否定できないのが悔しいです。ここを切り抜けたとしてもカムイ完成まで残された時間は多くはなさそうだな。時間がないのはカムイだけではないぞ。気づいておらんな。ベルベット。何でもいい、邪魔する奴は殺すだけよ。 Ouais, en tout cas nous on n'a pas l'air super bien. On n'a pas l'air en grande forme.精霊の意志だけでなく姿まで奪いやがってヘドが出る。じゃが理にはかなっておる。精霊の力が目当てなら究極の術じゃろうて。 OK, c'est parti. Bon, pour l'instant, la caméra a l'air de tenir le coup, mais bon, je le sens pas beaucoup, les amis. Ça sent l'ellipse. Ah, Médissa, Kamoona. Et Kurogane.逃げるのが精一杯だった。もともと顔はないじゃろうが。怖かった。大丈夫、もうひどいことはさせませんよ。メディサが助けてくれたんだよ。ありがとう。子供を巻き込むのが許せなかっただけです。黒金、モアナたちを守って裏の港へ行って王子とグリフォンを見つけたらバンエルティア号で脱出する。承知した。ロクロ、これを持って行ってくれ。お前がくれたオリハルコンで撃ったセイランだ。刀にできたのか。一切の欲望を捨て
無心で打ち上げた。この世にこれ以上固い太刀はないはずだ。オリハルコンの精卵か。使わせてもらうぜ、黒金。Yes. On va voir ce qu'elle vaut cette lame. What? Tonnerre étouffé de recalque, je l'ai pas. Ouais, bizarre, j'ai l'impression que je l'ai pas. Finalement, ça a été fait, hein? C'est Ori Harukon de Seiran. Oh.この世で一番硬い最高の剣だ。素人目に見てもこの剣が発する意向は尋常ではありませんね。黒金はいい仕事しまふね。真剣ゴーランとオリハルコンの精卵の一騎打ちか。これは見ものだな。最高の結果が出るか最高の結果となるか神の溝知るといったところじゃな。神なんて関係ない。切るか切られるか決めるのはこの腕だ。 Exactement. Bon bah j'ai pas la lame, je sais pas pourquoi. Elle doit être dans mes objets très certainement. Perceval et Griffon. Ils sont Ok, ils sont en SS2.Ah, allez, voilà. Scamaté n'a pas été, Oji. Kimi tachi koso. Yoku Artorius no me o kaikubureta ne. Artorius sama ga koko ni? Ah. Taimashi tachi ga hanashiteiru no kiita. Artorius! Tokkou ni wa tsukiawan zo. Kuma tachi no hogo ga saki da. Komonjo no kaidoku mo. Ato chotto de dekiru shi. Wakatte ru. Ura no minato kara dashitsu suru. Tsuite kite.気をつけん、王子殿。グリフォンに遅れたら置いていかれるぞ。わかった。Bien. Échappez-vous par l'équerre arrière. Ah, ok, on a tout le monde. Ouais, c'est vrai, en plus, je pense qu'on a tout le monde. C'est où l'équerre arrière ? Ah, faut que je revienne, d'accord. On va sortir. On revient. Hop. Mais bizarre, je sens que je vais croiser Artorius.Je vais quand même pas l'affronter là. Même si je suis prêt, mais non, je crois pas. Quand même pas. Hop. En tout cas, j'aurais jamais cru que ça aurait été autant en catastrophe. Artorius も Kamui を使うのかな。わからん。聖領のトップが自戒する危険のある術を使うとは思えんが。自戒の原因が術式の不具合ならば同志様とて壊れるであろうが、タイマシの能力に起因するなら特等どもはカムイを使いこなしてくるやもしれんぞ。となるとアルトリウスが使うのはやっぱりカノヌシのカムイか。聖主のカムイできるものなんでしょうか。いくらあの方でもあいつはやるわよ。じゃなきゃ何のために聖主を復活させたの。ですが相手は聖主。あいつは絶対にカノヌシを使いこなす。だからカムイなんてふざけた名前をつけた。相手が神様だろうと悪魔だろうと自分の意志を貫く。それが同志アルトリウスよ。ベルベットけど関係ない。神の力を手に入れようが必ず殺す。私がこの手で。Exactement, Valvette. Empyrien ou pas, il mourra. Ah, du coup, ça en bas. Putain, mais c'est sérieux là, ce serpent de merde là ? C'est quoi ça? Mais vas-y, mais c'est quoi ça? Putain. Putain, mais c'est quoi ce serpent à deux balles? Ça sert à rien. Ça va à rien ces monstres là. Je les tuerai en 3 secondes. Tout ça pour gagner quoi? 2 grammes d'XP, ça sert à rien. Oh, un monstre gêneur ça.
C'est fou qu'il existe encore de ces monstres-là. Oh. Yabaiyo, 副長。敵がバンエルティア号に気づいた。敵の船が何隻かこっちに回り込んできてます。すぐに出航だ。よかったね。みんな助けられた。逃がさんぞ、最下の剣士。ベミック、あたしに構わずバンエルティア号を出しなさい。バカ言うな。あんたはどうするんだよ。こいつらを叩く。さもないと狙撃される。出航しろ。こっちは何とかする。了解。みんな死ぬなよ。無茶言いよる。Putain, mais qu'est-ce que j'ai là, Velvet? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi tu n'es pas bien, Velvet? Là, tu as mal quelque part. Ouais, par contre, avec vos armes Arctus là, vous commencez vraiment à faire chier là. Ouais, ça va là, avec sa flèche là. La gang, tu en as mis un. C'est bon. Tiens. Et voilà, bien joué les gars. これからどうするの？表の港へ行く。清涼の船を奪うんだな。そこには清涼が本陣を置いているはず。きっとアルトリウス様がいます。元々の狙いよ。でもカノヌシへの対抗策はまだ。特攻には付き合わんと言ったはずだ。付き合ってくれなんて頼んでない。私を利用してくれ。王子。安心してくれ。グリフォンは逃がしたよ。私を人質にすれば船を奪うことくらいはできるだろう。あんたには貸しがある。感謝なんてしないわよ。結構だ。この目にすがるしかなさそうじゃの。Bien.Servez-vous de Perceval pour vous échapper. Je sais, mais. T'as un Velvet, s'il te plaît, n'affronte pas Artorius, pas tout de suite. Son moment viendra. Oh, ça va là, l'arc. Putain, lui, il est en plein milieu, quoi. Comment tu veux que je le contourne? それもだけど、ベルベット全然普通じゃないよ。もともと普通じゃないがの。マギル、わしに怒っても状況は変わらんぞ。今のあやつの殺気はまるで氷じゃ。同時に手負いの獣のように余裕をなくしておる。
果たしてあんな状態で無事に脱出できるかどうか。ベルベットはずっと切り抜けてきたよ。今度だってじゃといいがの。しかしどんなものにも限界はある。絶対に折れぬ刀がないように、絶対に壊れん心もない。いざという時にどうするか今のうちに算段しておいた方がいいぞよ。いざという時。 Ouais, Velvet, je sens qu'elle va faire une énorme connerie, les amis. Bon, je vous remercie. Ah oui, genre, je peux y aller direct. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode de Tale of Berseria. Et à très vite pour la suite. Bye tout le monde!